会佐野ワングランプリ自称配信会のレジェンドが大復活。銭花火で引っ越し費用と生活費を稼ぐ梅ちゃんマンさんの登場です。男のしつけのほんと一番嫌だね。佐野は電気諦めてんじゃないんだよ。うちの母親は俺が人の目を気にして俺っぽくなくなるのは嫌なんじゃない。いつもの俺でいてほしいんじゃない。うん。佐野は電気。歯がなくても滑舌のいい佐野ですから。佐野は電気。俺嫌いだから、ああいう暴力的な人。佐野は電気。いや太んねって、俺だって一日一食だもん。ちょっと待って、マヨネーズと醤油と七味にこの魚肉ソーセージをつけて食うから今。うん。お、悪くない。魚肉いいよ。ああ、いいね。佐野は電気。今までずーっと滞納してきてて、なんで俺が12月に払ってんだよ。おかしな話じゃねえ。ほら、だから俺は払ってたって。俺はお前、8割も滞納してたのかよ。何言ってんだよ。佐野は電気。テリリリリ、テリリリリリ。佐野は電気。昨日さ、なんかわっけえあんちゃんにぶっ飛ばされちゃってさ、コンクリ引き回されたよ。佐野